ートありがとうパンジャラさん。4周年これタワーじゃないか。ヒロタンタンありがとう、嬉しい。ちょっと待ってね、タワー投げてくれてるにもかかわらずイヤリングをこうつけようとする。ありがとうヒロタンタン。もう一個あれなんか、え、なんか思ってたのと違うな、このイヤリング。あれあれれ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 れ、どこ行った、消えた、あったー。なんか思ってたのと違うけど、まあました。こうしてペンを出しました。家でイヤリングとかつけんけど。ひろたんたんありがとう。4周年、うん、総一郎さんもありがとうございます。嬉しい。かけました。ドドンドドンドンドドン、ひろたんたん4周年タワーありがとう。ありがタワーです。ありが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 タワー、ありがタワー、あれ、あ、やすべさんか。間違った間違った、やすべさんとひろたんたん、ありがとう。続きまして安兵衛さんありがとう。パチパチパチ、なんちゃんも風鈴ありがとうございます。安兵衛さんも10年タワー。はい、なんか今日書くのがうまいぞ。書くのがうまい。やすべさん4周年タワーありがとうございます。嬉しい。パチ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 、ありがとう。やば、ピースしたら手に手にペンがついておる、恥ずかしい。イエイ、ありがとうございます。嬉しいです。4周年タワーテロップを入れようかな。ちっちゃな頃から悪ガキで
15年不良と呼ばれたよ。テロップ祝、あ、祝、これ使えるじゃん。間違った。絵文字が使える世界線いいね。どう？祝4周年パチ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 。ありがとうございます。こんばんは。宗一郎さんも？ありがとう。え、これと、ありがとう宗一郎さんも。嬉しい。ありがとうございます。ありがとうございます。なんかアイサが間違えたけ気を使わせたみたいな。ありがとうございます宗一郎さん。ありがとう。ちょっと待てよ。こんばんは宗一郎様。4周年。なんかいびつな形になったけどもいいか。パチ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 、あげました。はい、宗一郎さん4周年おめたわ、ありがとうございます。パチ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 。どう、なんか今日うまいね、調子良い。手の調子がいいんかペンの調子がいいんか、書くのがうまい今日は。イエーイ、ありがとうございます。4周年おめたわ、ありがとう宗一郎さん。パチパチパチ、3つをもらっちゃった、ありがとうございます。こんばんは、いっぱいこんばんは、ありがとうございます。いらっしゃいませ。今日誕生日おめでとうまるこちゃん、ハッピーおめです。ハッピー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 おめ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 っぴー、いきます。ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデートゥーユー、ハッピーバースデーディアーまるこちゃん、パチ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 。ハッピーバースデートゥーユー、おめでとう。お誕生日もおめでとう。パチ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 。ふうさんも花束ありがとうございます。おめでとうございます。うま、ありがとうパンジャラさん。インスタも TikTok もそう、早速ね今日頑張ったよ。今日ね TikTok ね8個ぐらい撮りました。そう8個ぐらい、そう今日暇だったんでね一日。でもあの取りだめたなこいつって分からんように、髪型もあの服も T シャツやけど、そう変えて、そう色変えてってやった。でも取りだめ、同じ日に取りだめてるけど、そう8個ぐらい今ストックがあるかな。なのでお楽しみに。
1週間は持つね。明日とか、明日とかはさ取れそうだけどね。普通に髪型とかやってできて時間があったら、誰か暇そうなメンバーと取れたら取ろうかな。イサムタルさん、セイガくん、マルコちゃん、ギフトありがとうございます。フォロワーに拡散してきました、ありがとう。インスタのストーリーでもツイッターにも載せたって載せたので、いいねとコメントと、あと共有だったっけ、待って、そう DM で教えてくれたの、インスタのみんないっぱいアドバイスくれてありがとうございます。右下にある共有ボタン、 TikTok の共有ボタンをいっぱい押してもらったらおすすめに乗りやすくなるらしいです。そう、共有やってみる、間違えた、僕自分のだから見れ、共有ってどれなんだ、この矢印これ誰知らない人だけど、この矢印ボタンを押せばいいんですかね、これ共有ってどれ、この矢印のことですか、共有ボタンを押したらおすすめに乗りやすくなる だそうです。これか、うーん、この矢印を押してこの矢印を押してどうしたらいいの、こんば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 ん、ツイッターとかシェア、ん、シェアじゃないか、詳細は見んくていいし、こんば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 ん、この共有ボタンを押し、え、これこれが出てくる、うん、テキストの読み上げ見た、やってみる、あれもテキスト読み上げやってみる、あれなんだね、編集のところでテキストを書いたら読み上げてくれるボタンがあるんだね、なるほどなるほどなるほど、どどど、音符ありがとうサイダーさん、こんばんは、ひろすけさん初見ありがとうございます。ST48 広島県出身のありちゃうことみどしありさです、よかったら右上のハート押してルームフォローお願いします、ありがとう。どこにシェアしてもいいんかな、確かに TikTok のこれをこの共有ボタンを押して TikTok をインスタか Twitter かなんかいろいろ LINE とかあるけどどっかにやったらいいよってこと？こんば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 ん、どっかにみんなが共有してくれたらおすすめに乗りやすくなるってことなんかな、どれでもいいと思う、なるほど、どれでもいいそうです、ツイッターしか持ってない人はツイッターとかインスタとか LINE とか、にょん、これでもいいよね、このエフェクトを使うか分からんけど、デュエットとかリミックスとか、うーん、んでチョコロロチョコロチョコチョロロコチョチョチョコチョロロ、ストーリー共有してる、ありがとう、インスタの嬉しい、こんばんは、やってみます、ありがとう、共有ボタンを押してどっかに共有してくれたらおすすめに乗りやすいらしいです、みんなやってみてね、だからあれかなんかみんな共有ボタンをさ押したくなるようなさ動画上げてんのか、なんかさ LINE の一番上に出てきたらみたいな、あ
共有ボタンを押して LINE の上一番上に出てきた人はあなたのこと好きらしいみたいななんか共有ボタンを押させようとする動画最近なんかいっぱい出てくる。取れた。そういうことなんだね。手間かかるそうやってみた。なんか手間かかる方がなんか面白そうよね。ただ一発撮りみたいな、なんだっけ、一発でさ撮る動画よりもなんか手間かけて撮った方がなんか面白いやつ撮れるよね。こんばんは。今日はそうノースリーブ着ました。これお話し会で着たな。一回着ました。じゃん。今日はですね4周年でございます。パチ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 、おめでとうございます。みねよしさん、今日はですねこのショールームを始めてというか始めたのはもっと前だけど、そう続けてこれた15分間って一応あるけど、そう15分以上こう続けてこれた記念日4年目でございますに突入しました。おめでとうございます。そうまあ言うたら4年前の昨日に途切れたんですよ一回そうそれまでにも続けてたけど4年前の昨日に途切れてやばい途切れたってなって今日4年前の今日からスタートして4年が経ちましたおめでとうございます。分かりやすい、毎回分かりやすい日だからいいですね。おめでとうございます。ありがとうございますありがとうございます。これからもよかったら見に来てください。ルームフォローもお願いします。あといっぱいコメントしてくれていつもありがとうございます明日からもよろしくお願いします。なんじゃこりゃけどなんか見えんところにえ見えてる？みんな、え？サイモンさんタワーありがとう。タワーでもなんかすごい後ろの方に入ってってからさ見えんくなったピエンありがとう。サイモンさんすごい、これかわいい。お城、お城タワー好きって書いてあるやん、すげえね、4周年のなんか後ろの後ろの方に隠れてってから見えんくなったけどありがとうサイモンさん。もっとここら辺空いてるところに入ったらいいのにね隠れた。サイモンさん、よし、はい、サイモンさんお城タワーありがとうございます。パチ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 ンパチンありがとうサイモンさんお城タワー、こんな初めて見た。
新しく出てきたんだね。ありがとう、ありがとうありがとうございます。皆さんタワーも嬉しいな、嬉しいな、うれ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 しいな。4周年おめもありがとうございます。みんな8月に新登場したやつ、なるほどね、なるほどなるほどなるほど、ねねね、3回更新したら見えたさマジか、更新したら見えたかな。もう髪の毛がボッサボサになったよね。ロニチャビにロニーかな、ロニーにねカカ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 カ。めっちゃんこめっちゃんこ久々に行った。愛さんの好きな座布団も食べたし、ユッケ、ユッケもめっちゃ久々に食べた、うん、ユッケって名前じゃなかった、てか何だったっけ、トロ肉、肉トロみたいなユッケっていう名前じゃなかった。もうユッケってこの世にないんかね。まあ雪っぽいものならありますって言われて、肉トロっていうのが出てきて、ユッケ肉トロ食べましたねイエイイエイイエイ。ご飯食べてない、ご飯じゃなくてキンパ食べました。キンパ食べた、キンパは食べたけど、でもビビンバとかもう食べてない。すごいでしょ、えらい、炭水化物は極力食べてないぞ。キンパは食べたけどね、美味しかったキンパ。ヒューコージンさん、星4周年おめありがとう。ザプットン、ザプットン、ザプットン、ザプットン。ミニオシケで行きました、パパとママと3人で行ってきた。チヂミも美味しい、海鮮チヂミ、韓国料理って神だね、韓国料理って神だね。テールスープを飲みました、今日は人生で初めて。テールスープ、馬の尻尾ですかテール、卵スープとかもあったけど、なんかめっちゃ迷って、なんか食べたことないのにしようってなってテールスープ飲んだ。美味しかったね。マキさんもありがとう、嬉しい、ありがとう、タワー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 、ありがとう。手がすごいことになったユッケジャンスープね、ユッケジャンスープってあったっけな、辛そうなスープと卵とわかめととかな、あったな。辛いラーメンとかも食べたかったな。でもすごいね、なんかね、早くね満腹になったんよ。そう、なんかもう食べれませんってね言ってた、私の胃袋が。そう、でもなんかもうそんなことない怖いね、私は何者、もうね今ならね辛いラーメン食べれるな。やめとけって話だよね、明日はふーちゃんの卒業コンサートやめとけって話だよね。4周年おめありがとう、まきさん。
よし、おい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 、マキさん4周年おめたわありがとう。あららくまちゃん書きました、ありがとう。イエイ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 、ありがとうございます。ふうさんも4周年おめありがとう。焼肉屋さんスーパー美味しいよね。いや、なんかもう食べれんかもしれん、いやでもなんか食べたいかもしれんって時にスープは最高最高。こんばんは、大人になったな、嬉しい、大人になったかにゃかにゃ辛ラーメンはね無理なんよ。辛ラーメンはね、辛ラーメンってさ、なんかこれ前言ったよね、なんかしびれすぎてさ味わからんくね、あれ辛いわけじゃないけど、辛いというかしびらしとるやん、すごいなんかしびらしてくるんよ口の中はめっちゃしびらしてくるけ、なんかもう味わからんくなってから、あれは辛いんかって感じよね。しびれるやつはいらん、しびれるやつじゃなくて、なんかただ普通になんかうま辛みたいな方がいいな。4周年おめありがとう、ありがとうございます。アリサはおごってはない、パピーがお支払いパピー様が、おめでとうございます、ありがとうございます。あー野菜食べたら、確かにかぼちゃ食べたよ、かぼちゃお肉についてくるかぼちゃ食べましたよ。こんばんは、うんうん、激辛配信ね、激辛配信やろっかな。なんか普通にさ配信しながらさ、こうやって TikTok 撮るTikTok 撮る配信とかする、よくない、うん、4周年おめありがとうございます。キュンですおじさん、ミシェルボーイさん、蒙古タンメン、マジか、まあ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 マジか、あーあー確かに音源ね、なーにーなーにー、あっ、あっ、辛いの食べるやつだったらさ、辛いの食べるやつやったら普通にあの音源なしで撮って、あとで音楽つけたりしてもいいか、音楽なくてもいいしね、いいよー、こら小一、音源なくてもいいよね、ただ食べ、焼肉食べるやつね撮った、焼肉食べる TikTok 撮ったよパンパンパワン、まあ楽しみにしておってください。まあまだあのクオリティは求めないでねあ、今日載せたつまみ食いのチャレンジの失敗したバージョンもあるんですよ、 NG バージョンというか失敗できんかったやつがあって、それとか焼肉屋さんで撮ったやつとか、あと映り込みチャレンジやりました、映り込みチャレンジこれは確かにやりたかった、やってみたかったけどめっちゃ難しかった、10回ぐらいは撮ったななんか別にできとるわけじゃないけど、これ載せようと思ったやつもまあこれならいっかって感じだ。NG バージョンも公開予定です。NG バージョンも公開予定です。
フルーツカレー？フルーツカレー？映り込まないチャレンジ、逆にね。逆にね。こんばんは。キムチの辛さにハマってます。キムチね。キムチ、キムチ。こんばんは。まさかのお茶をこんだけ持ってきてお茶、お水も持ってきた。え、待って、嘘、氷が見当たらない。嘘でしょ。うん、冷たかった。でもすぎん？氷ここぐらいまで入れてきたのに全部溶けてるんだけど。この30分ぐらいで、8時ぐらい持ってきて。マジか。あとこんだけあるお茶飲んでって言われたからこれごと持ってきた。お茶。こんばんは。まん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 。サンチュね、サンチュ頼んでたけど今日は頼んでないわ。サン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 チュチュチュサンチュチュチュ。今日めっちゃうまってなったのはソーセージ食べてない。ソーセージとかなかったか、なかったか、あの店。今日めっちゃ一番うまってなったのはコリコリタン、ネギ塩、ネギ塩コリコリタンっていうのがめっちゃうまかった。コリコリタンだけど分厚くてコリコリなんですよ。その上にネギ塩をこう乗せてこうくるんで食べるやつ、めっちゃ美味しかった。なんかネギがどっさり乗っかっとるロース、ロースの肉もあったんやけど、めっちゃね、高かった、お高かったんですよ。そう、もう驚き桃の木、驚き桃の木値段だった。高級食品でしたね。だからまた次回食べることにしました。今日はもう最後の最後に見つけたからお腹いっぱいだったし、高すぎたからね、また次回来た時にお肉のね、こんぐらい、こんぐらいのお肉ロースの上にもうボホー、ボッサリボッサリネギ塩が乗っかっとって、下の面だけ焼くんですよ、お肉を。下の面だけ焼いてこうくる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 回しながら、もうこうひっくり返したらネギが全部どっか行っちゃうから、こうくる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 回して、そう、こう巻いてから食べるっていう方法の肉、めっちゃ美味しそうだった。あれ、鶏肉の焼肉、鶏肉の焼肉、なんだそりゃ、新しい、おしゃれおしゃれ、いいね、楽しい。こんばんは。わん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 。絶対焼肉食べる。焼肉行きな。焼肉行きな、みんな。スケモンくん、バラありがとう。バラ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 。ネギの乗ってるとこはもう。何？その色がつく程度でいいらしい。こうこっち側の下の面だけをじっくり焼いて、でこっち側もちょっと色がついてきたかなぐらいでもう食べれるんですよ。いいお肉だやから、そうやって説明してた、説明してたよ。
明日は焼肉で明日のご飯が決まった。パパラパパラパラ。ちっちゃな頃から悪ガキで15で不良と呼ばれたよってやつ撮りたいな。今日撮れんかった。あとマイキーのやつも撮れんかった。今日悲しい。また撮るぞ。はあ、あ、インスタのリールね。リールやりたいな。リール、コウコちゃんがなんか短い動画をいっぱい撮ってから作ってたイメージ。やってみる。マイキヨシめちゃんこマイキヨシ。マイキーしかか。あとはね、あとね、結構ね撮りたいやつあるんよね。アリサもみんなもおすすめしてくれたやつも撮るし、アリサも撮りたいと思ってるやつがある。実験系やりたい。なんか飴を溶かしてこうストローでこうつけてふーって風船になるかっていう実験系のやつとか、あとねあれがやりたい。あれさ、目隠ししてからあのフライパン顔鍋かここに2個並べてこう揺らすんよ。それでこう目隠ししとる状態でうんってこれ避けるやつやりたい。あれ面白そう。痛そう。難しそうだけど。でもどうやって吊るすんやろ。どうやってやったらあんなことができるんか知ってる？だって天井から吊るすんやったらすごい長い紐がいるんやけど。なんちゃん金魚ありがとう。でもあれ面白そう。いっぱいやりたいのがあるんご。ルリチャビはかルリチャビはね、香りだけで当てる選手権もできると思う。ルリチャビ連れてこよっかな。今日はなんとびっくりしますよ。びっくりすることが。ロリチャビカモン。ロリチャビを連れてきてもらいましょう。領域展開。チャ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 。チャチャガチャ。あとなんか賢いらしいみたいな犬のやつもやりたいよね。いろいろあるね。やりたい TikTok やりたいのいろいろあったわ。うん、確かにトリミングしたロリちゃんが初めてやね。今回トリミングした。あれ見てるかな。ロリチャビを連れていきたいと思います。ボイスメッセージでロリチャビカモン送りました。つくちゃんつくちゃんたんたんたる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 たんたらららディ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 でガチャンガチャン。 TikTok の歌ばっかり歌ってるかもしれない。
これからの峰吉ありさはこれからの峰吉ありさは動物を出すとバズりやすいんですか。そうなん。チャビくん散歩どうなんでしょうかね。なんか紐つないでたら紐つないでたら歩かないんですよ。でも紐つけずに、これ田舎だからできることなんですけど、田舎だからハッシュタグ田舎だからできることそう、全然車通らないし人も全然通らないから誰もいないからできるんですけど、紐とかハーネスをつけないでもう普通に離して外に出したらめっちゃ走る。でもちゃんと家が分かるから脱走とかしないから、すごい頭いいよねやっぱり。そう、ついてくるし、走ったらついてくるし、家の玄関のドア開けてたらもうなんか疲れたら家に戻ってくし、すごい頭いい。来たー、ゆりちゃん、ゆりちゃんタワーありがとう騒がしい人が来た。ゆりちゃんタワーありがとう、嬉しい、みんなタワーありがとうございます。帰ってこなくならない。車の周りを2人で追いかけっこしたりするし、めっちゃ頭いいよね。でもたまに、人が通ったりとかしたら、その知らない人についてたりするから、そう、遠くでも人が見えたらすぐ捕まえとかんとついていくわーって吠えながらついていくから、もう困ったもんよ。マキさんハートありがとう。ゆりちゃん4周年おめたわありがとう。ありがとうになっちゃったありがちょう。ジョンじゃん、ゆりちゃん4周年おめでとう、ありがとう、イエイ、ありがたわー、たわわん。まるこちゃんもハートありがとう、キュン、ありがとう、みんな嬉しい、華やかになってる、壇上が華やかだ、ありがとう。それではスペシャルゲストさんも来てくれたので、ロニちゃんカモン、トリミングしたてロニちゃんみです。じゃーん、見てください、わー、見えますか、見て、おそろコーデー、ロニアリおそろコーデ、ロニア、あー、いやここにリボンがついて、私もここにリボンがついて、ロニアリ、お、あ、いや助けてー、おそろコーデ、あ、いやそんなに暴れな、あ、ここにちょっと待ってよ、これ一旦避けるじゃん、ね、ロニちゃんここ来るじゃん、ロニーが黒だからアリサも一応じゃーんじゃんじゃじゃーん、ここ黒ズボン履いております、こ
これも上げれるんだけど、下ろしてるけど、オレンジ黒コーデ、おそろです。かわいかろう。これたまたまだよ。たまたまエリさんこの服持ってて、なんか犬用の女の子用にこの色があって、たまたまだよね。あとネックレスしてるの見える？犬のネックレスつけてるんです。おしゃれ。どっかのディナーにでも行くんかってぐらいおしゃれしてるロニーちゃんです。かわいいよロニーは。かわいい。トリミングしたてやから顔が小さい。顔が小さい。足長いよね。アリサのダイエットのモチベはこの方です。足が細い、長い、腹に肉がない、顔が小さい。ダイエットのモチベはロニーちゃん。そしておいで、お坊ちゃまもこっちにいます。チェビくん、チェビくん来て、こっちだよ。顔のイメージが変わりました。なんかトリミングがいつもと違うくて。チャビーくんです。どうですか、こんにちは。耳が短くなったよね。チャビーはいつも通りのミニオン着てます。チャビーおしゃれさんの服がないんだよね、男の子だから。でもチャビーもねネックレスしてるの。ロニーとロニーと色違いんで、見てネックレスしてるんだよ。首輪というよりもネックレス、犬のネックレスなんです。これかわいいでしょ。ロニーちゃんです。ロニーロニーロニーちゃん。なんか服が短くない？短くないロニーちゃん。服が短いね。おしゃれすぎて動きづらいんかな。はい、チョビくんもこっち来て、二人で並んで。ロニーチャビです。ロニーチャビです。かわいい、座った。ロニーちゃんも座って。足が長くて座れんのかな。座れてロニーちゃん。ロニーちゃん座って。足が長くて、え座る、足が長すぎて、なんか後ろについて、ひっついて。チャビーもタキシード。でもあるよね、そうウェディングドレスとタキシードあるよね、犬の。このロニーとねおそろコーデを見てほしかった。これで TikTok 撮ろうとしたんやけどね、なんかうまくいかなくてからね、また撮りたいと思います。弱い根を吐いている。なんだっけ、ちっぽけな人間です。薄っぺらいか、薄っぺらい人間です。こんばんは。犬のウェディングドレスとタキシード
着させてみたいな。顔似合う、似合うかな。ロニー黒だから真っ白も似合うよね。可愛いかろう。アリロニちゃんでスリーショット。チャビくんちゃんとして。アリロニチャビスリーショッツスクショタイム。スクショタイム。鎖骨出しポーズ。よし、アリさん鎖骨出しポーズ。こうやったら二重顎になりそうやけど気をつけ。では食べましたか。まるこちゃんスイカありがとうございます。ありで。ロリちゃん足も手も胴体も長すぎて座れないんかな。チビはちっちゃいからチョコンって座れる。お人形みたい。チャビくん、ゆういちろうさんハートありがとうございます。動くお人形。動くお人形さん。ゆういちろうさんハートありがとう。ロニーの美人マン、美人さん。ロニーさん、薄っぺらい人間です。ロニー推しセクシーになってきて。そう、ロニーが4周年おめえ。ゆっちゃんありがとう。やっぱね匂いが違うんですよ、ロニーとチャビーは。チャビーはなんか男の子の優しい匂いって感じ。ロニーちゃん匂いはでもね表現できんけどね、なんとも言えん。でも今はなんかトリミングの、トリミングのところの匂いもちょっと残っとる匂いがする。モネちゃんもタワーありがとう。嬉しい、みんなありがとうございます。モネちゃん卒コン行くのでよろしくです。頑張ります。見つけてください。ふーちゃんの最後も目に焼き付けてね、みんな。モネちゃんありがとう。そういやさ、そういやさ。やばいかもしれん。やばくはないか。なんかやばいかも。じゃーん。あ、そん言ってね、大丈夫だった。モネコ4周年おめでとう、ありがとう。イエイ。ありがとう。かわいい。チャビーがここに顔乗せた。見た？みんな。もう一回やって。もう一回やって、チャビーが。ここに顔乗せたよ、ハートのここに。
めでとう。パンジャラさん、スイカありがとう。こんばんは、ありがとう。イエイ。これがなんかこう向きになって、これがこう向きになってなんかホイホイホイみたいな文字の傾き具合になったけど、ありがとう。薄ぺらい人間です。イチローさん、ハートありがとう、ありがとう、ありがとうございます。チャービくん、チャービくん、チャービくんです。あかのさん、ありがとうやられた。こんばんは、チャビナスケです。なにちゃんとか言って。なにちゃん何をしているんだい。悪いことはするなよ。噛まれた、噛まれたぜ。あ、そんでですね、そんでもって、じゃん、ちょっとだけプレゼントが届いていたので、このプレゼントも紹介します。ありがとう。これなんでかさ、新聞が入ってるんですよ。新聞、え、なんで届けてくれた人いる新聞届けてくれた人いるかな、まさかの。なんでだろう。あ、付箋がついてる。私が載ってる、私が載ってるの。あ、私が載ってた私が乗ってたここだけ。ああ、中国新聞さんのあれで一人ずつ紹介してくれてるやつだ。あ、私が乗ってたわ誰かだけ、え、新聞読めとのことかって思ったけど、そういうことね。で、私の家も新聞撮ってるから、あるから嬉しい。ありがとうございます。これはあれか、スタッフさんが入れてくれたんだな。新聞と、なんで新聞って思ったんよ。付箋がついてた、私が載ってた。そしてそして、あれ出してた中身が、中身がない。あった、じゃん。これはいつき、いつきくん、嬉しい。これ送るのに苦戦してくれたアンジービーのカチューシャ、さえ様のアンジービーのカチューシャをプレゼントしてくれました。めっちゃすごい。これこれも相当さ、なんかプクプクな感じで分厚いけど、比べてもらったらこれのまさらに倍ぐらいある、ぷくぷく加減、ぷくぷくカチューシャ、すごい。じゃーん、メッサぷくぷくどう、うん、すんぎょいぷくぷくカチューシャ、ベージュ系の。ラニー暴れないでください私のおベッドで。やばい、私のおベッドで暴れてるやつがいる。映してみようかな。いきます。
全然暴れてない。さっきのやってロニチョビ。じゃーん。ベッドを駆け回る峰吉しロニーちゃん1歳。峰吉しチャビーくん1歳。チャコンねえアリサ綺麗にしたのにこの布団。キャー、なんでカメラを持ってきたらやめるの。暴れてたのにいい子になった。チーンチーン、よっよっこらしょ。なんでだ、悪ガキのところを捉えたかったのに。なんですかって顔してるんだけど、ひどい。そう、今めっちゃラブリーないね、アリサの布団。一回洗濯してから、ね、あのシートというか何、お布団掛けのやつが変わってからめっちゃラブリー。モネちゃんバラありがとう。まだタンプレ何にしようか考えてないけど、ママとパパに頼むのはちょっとあのお部屋改造グッズにしようかなと思って、フランフラン女子になるためのベッドのあれとか、うん、カーテンはまあいいんだよね。カーテンもでも TikTok で映るんならね、なんか違うのにしてもいいけど、とかこの壁とかね、壁紙は絶対変えたいんですよ。そう、もうボロちゃんだから、壁紙を真っ白じゃなくて違うのにしたりとかして、お部屋を改造計画。ここに映るところだけでもいいけど、ベッドのシーツもちょっと変えてみたいよね、とか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 、できたらいいなと思っております。じゃん。あとはこれをいただきました、おプレゼントでイチュッキーくん。そしてじゃん、この大理石っぽい袋に入ってるのがひろたんたん、ひろたんたんです。ひろたんたんのお手紙と、これはレオくんからだったな、レオくんからのお手紙。もう読みました、アリサ読んだよ、ありがとうございます。よしと、ひろたんたんからはこの T シャツ、くまちゃんの柄の T シャツ、かわいいビッグサイズでかわよい、ヒョウ柄くまちゃん、涼しげな T シャツ、めっちゃいい。これ明日着ていこうかな。いい？明日着ていっていい？これかわいい。今着よう、一回着てみよう。りょうきゅんいるかな。お手紙届いたよ、ありがとう。大阪だしね明日。え、あ、もう神戸か。まあ神戸と大阪は一緒。まあ関西だしね、ヒョウ柄でちょうどいいじゃん、めっちゃ。どうぞ、いい？明日着ていこうかな。明日なんか映らないんかね、なんか メイキング動画とか入ってたら使われるね。え、かわいい！いいね！え、いいね！え？天才か？サイズ感めっちゃいい。ちゃんと二の腕が隠れる、あとお尻が隠れるくらいで。
柄も可愛い、サイズ感もバッチリやないか。これ明日着ていきます明日着ていきます。ダンス上手に見える大きさだね。これにあのピッタピタのレギンスみたいな履いていきますこれにねダボパン履いたらダメないね。そうなんかダボ上もダボ下もダボでもねいいんだけど、こういう時は下はピチッとした方がなんかねうまく見えるよね。分からんけど分からんけど、すごいタイミングだね。ありがとうございます。ちょっと明日着ていきます。これ決定。いや、うわイヤリングがどっか行った。また暴れよる。じゃじゃんじゃじゃんじゃじゃん。これ明日着ていこう。ありがとう。イエイ。かわいい。ぴったり、明日にぴったり。次。あ、次はなおなおちゃんラストです。これ早いもので。なおなおちゃんからいただきました。手紙もついてるので読まさせてもらいました。ありがとうなおなおちゃん、届いたよ。るんちゃんはるんちゃんバイバイ、連れ去られた連れ去られてった。じゃん、なおなおちゃんからはこの、これもまたなんかすごくない？面白いデザイン。これもなんかダンスがうまく見えそう。短めのやつかわいい。これもあれだね、寒くなった、冬になったらなんかいっぱい着れそうだし、そんなに分厚い感じの生地じゃないけさ、そう普通に焼けるからこの夏も日焼け対策として、日焼け対策で長袖薄手だから着てもいいし、かわいい。ダンスのレッスン使ってねって書いてくれてました。かわいい、ありがとう。お腹出るかなこれ。キヤーンイヤンピー嬉しい、ありがとうございます。でもさ、街でさ、普通にさ街中でもさ、ピッタピッタのさ短いさトップス着てさ、普通にデニム履いてさね、お腹出てる方いるよね。でかっこいいよね。そう、もう自信に満ち溢れてるというかすごい、なんかかっこいい。一般人じゃないぞって感じのなんかスタイル、美スタイルされてる人とかよく目にするよ。すごいよね、羨ましい。なんか目線が集まるのが恥ずかしくない？なんかこう3つ見られてさ、あいつお腹出してんぞみたいな感じで3つ見られてさ、堂々とさふん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 歩けるならいいけどさ、めっちゃ見られたらさ、やばいやばい、めっちゃ見られてるってなってさ、おどおどするタイプじゃけさダメじゃない？かっこ悪くね？やばい、めっちゃ見られてるかもしれんと思っておどおどするタイプなんやけど、大丈夫そう？うん、広島では絶対見れない。広島っておらんもん。東京はなんかみんなしてますみたいな、東京ではもうそれが普通って感じな感じかもしれんけど、広島も 2,3 人ぐらいしかおらん。
本通りに 2,3 人おるかなぐらい。たまにおったらめっちゃ 見てしまうよ。かっこいいなと思ってそんなみんなそんなねやってないからね、見られるよね東京メトにね、ほんま嘘じゃん、ほんま。新大久保は韓国の街、新大久保にいっぱいおるんじゃない。タンプレ考えてます、ありがとう。タンプレ今日注文しました、嬉しい、みんなありがとうございます。こんな感じで、待ってやばい、ひろたんたんからもう一個来てた、メッセージ付きで。ひろたんたんからじゃん、すごくない、おしゃれ、なんだ何のお誘いだと思ってパカッと開けたら、じゃーん、シルバーの星のブレスレットが入ってました。かわいい、ありがとうございます。ひろたんたんブレスレットだって、清楚系女子だ。じゃん、かわいい、さりげなくね、さりげなくさ清楚系女子になれる、ありがとう。じゃんこのブレスレットも使うね、いっぱい、ありがとう。かわちい、欲しい、かわちい、めっちゃおしゃれだよね。幸せになれるブレスレット、幸せになれちゃうんですかこれで、マジか、幸せになりたい幸せになりたい、はい、待ってやばい、どうやって入れるんだ、こうか、すごい、なんかこれがさ人みたいでさ、ネックレスみたいだねちっちゃい人がネックレスかけてるみたい、かわいい、ありがとう、ひろたんたん。これもいっぱい使わせてもらいます。入れ物がおしゃれ。じゃん。なんかこういうさ、四角い系のさ、このパカッとできる系のさ、やつにさ、いっぱいネックレスとかが入ってるやつとかはさ、みんなプレゼントしてくれるから、こういうおしゃれなさ、箱というかな、プレゼントボックスというか、めっちゃいっぱい溜まっていくんですよ。幸せ祭り4周年おめありがとう。こんな感じですかね、以上です、今届いてるプレゼントは以上でございます、ありがとうございます。一足早いタンプレ送ってくれた方のが届いたのかな、ありがとうございます。みんなからのタンプレも待ってるよ待ってますよ、みんなありがとう、大事にしまする、プリマッコの T シャツは明日着ていくねタンプレ送った、やったーやったーやったー、ありがとう、鼻がかゆい、はい、こんばんは、こんばんは、見たね、くしゃみった、くしゃみったわ。あ、なおなおちゃん、なおなおちゃん来てくれた。プレゼント届いた、なおなおちゃん、ありがとう。じゃん。このかわちいパーカー届きました。いっぱい使う、ありがとうね、なおなおちゃん。いっぱい使う。そうだね、次のタンプレ紹介みたいな、プレゼント紹介誕生日の時にしようかな、ええ誕生日のちょっと前に届いても、誕生日の日に紹介していい、似合いそう、ありがとう、めっちゃ可愛い、嬉しい、いっぱい着るね、
ゼラさんハート4周年おめありがとう。なおのちゃんひげじいちゃん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 先生、足のサイズ変わってもないと思う。24から24.5 どっちかやな。この新聞紙もちょっと入れとこう、入れとこうかな。イヤリングもういいやつけんで結局イヤリングあんまねしないよね。アリサはなんかおしゃれ系女子になれるかな。イヤリングもなんかイヤカフもさつけるのめんどくさいってなってしまうんですけど、やばいね。指輪もさいらんくねって思ってしまう指輪つけてるさ女の子が見たからおしゃれだなって思うし、こう、ね、写真撮るときにこう写ったときにここについてたらさ可愛いなと思うけど、絶対さ邪魔じゃねって思ってしまう。アリスだったら途中で絶対なんか撮る指輪なんかしようとしたときになんか邪魔そうじゃん。でなんか撮ってしまってどっかなくしそうだなと思って。指輪とかも絶対つけれない系女子な気がする。イヤリングはイヤリング邪魔になるというか、耳が痛くなる耳が痛くなるのと、イヤリング別に邪魔にはならんけど、もういいやってなる。写真指輪見えるよね。そうそう、めっちゃおしゃれ。指輪持ってないんだかな私が。よしのおめでとう、ありがとう。みやっち、あ手洗う時とかに邪魔。なるほどね。でもその何邪魔だなと思う心をこう我慢するのがおしゃれだよね。おしゃれ女子本物のもうあれさ、ネックレスぐらいしかできないもん。ピエーン、ピエン指輪つける系女子になってみようかな。いかついのじゃなくて、清楚なのがいいよね。いかついのばっかりなんか気になんか好んでしまういかついシルバーのなんか でっかいのとか腕につけるのとかもとかが好きだからさ、もうちょっとなんか控えめのなんかさりげない清掃みたいなやつがいいよね。あアンクレットはアンクレット2つある。2個付けできるように。アンクレットもでもあんまり活躍しないんだよね。どうしようかな短パン。この前思ったのは、足首がさ見えるぐらいの短いデニムとかだったらアンクレットつけたら足首が見えるからさサンダル履いて可愛いんですけど、足首がまず見えるぐらい短いデニムがないんですよ。厚底の靴を履かんと靴履いてなかったら引きずるぜぐらい長いさ足が短いから長いデニムしかなくて、まずだからそう、それはなんかロールアップこうやって裾をこうやって上げんとできんくて、で短パンというかさ短いズボン履いた時になんかつけたらいいじゃんと思ったんだけど、そう短いズボン履いてから何サンダル足首が見えるサンダル履いたらなんかもう足がすっからかんみたいなわかりますか。もう短パン履いてで足も全部見えてるサンダル履いたらもうすっからかーんみたいなカーンってなるから、なんかそれがなんかバランス悪いなと思って、そう靴下履いて靴下に合うなんかパンプスみたいなサンダルというかパンプスみたいなつま先が隠れるさやつを履くからさ、そう靴下履いたのにアンクレットつけたらさブサイクじゃんあんま使うことなくねって思ってしまったアンクレットどうやって使ったらいいんだろうね。難ぴえんすぎる。
スランプ君4周年おめ、ターンナさん、スイカありがとうございます。華奢な感じのリング5個セットとか、ほんまに3コインズとかで見てみよう。ちっちゃいのをなんか重ねて3個ぐらいつけとったらかわいいね。あ、スニーカーで短い靴下で、なるほどね、なるほどなるほどなるほど、スニーカーに足首が見えるスニーカーソックスみたいなでやったらいいか。牛さん4周年おめありがとう、ありがとうございます。これは入れときます、私が集めてる中に。着る人によって正解だって、わかる、めっちゃスタイル良かったら似合うんじゃろうなこの着方って感じよね。アリサは、アリサが来たら、みたいな、バランス、チェンジクリーンみたいな、になること多いからさ、もう悲しすぎて悲しすぎて、もうちょっと足が長かったら、あ、これかっこいいんだなってなる。もん。じゃらって、じゃらなって、じゃあ、入れさせていただきます。めっちゃたまりました、どれくらい集めてるか見たい。あってめっちゃ重い、重すぎて重すぎて重すぎなんですけど。見せ方ね、ローラさん、背が高いわけじゃない、そうなんや。チャビーのドクロボックスめっちゃ手がおかしくなっちゃうよ、見える。あれさ、タワーでか全然見えにゃいんだけど、でもこれ全部ためれてるか分からんけど、多分ためれてると思う。じゃん、こんな感じです。初期の頃から来たやつ、ファンレターの数々、多分ね全部ためれ、この中にためれてると思う。なんだっけ、なんだったっけ、愛です、ファンレターの数々です。これはこのね、下にもねあって、こんぐらい厚みがあるから、こう3段ぐらいになってるんですけど、こう1、2、3みたいな、今3段ぐらいになってるんですけど、どこに入れたっけ、あれもある、あれも入ってる、この中には。あれも見えない、見えないわ、見えなくなっちゃった。なんだっけ、お話し会じゃない、握手会でさ、なんか参加券みたいな あって、風を待つかな、風を待つと大好きな人かなの時に、お話し会の時に参加券みたいなのがあって、アリサの好きなところはみたいな、アリサがなんか宿題みたいなのあったじゃないですか、書いて来てくれたら渡すんですよ。それでお話し会参加して、記念にそれを持って帰ってもいいし、それに答えてくれて返してくれてもいいしみたいなやつがあって、出席カードか、あ、出席カードだ、そう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 、その出席カードが全部戻ってきたやつもこの中に入ってるけど、もう見えない、何出せない。どこにあるか分かんない、もういやー、それも入れたよって言おうとしたけどなかったな、見当たんない。
こんなんとかもある。懐かしい。これはまだあのプレゼント送っちゃダメな時に、プレゼントじゃなくてファンレターしかダメな時に、なんか頑張って袋に入れて送ってくれた唯一のプレゼントというか、うちわです。めっちゃ面白い。じゃん。プレゼントが送れない時期もありましたね。懐かしい。その頃はなんかどうにかしてなんか封筒に入れてお手紙っぽくしてなんか渡してくれてた記憶がある。鬼滅のやつもある。シールもこの中に入れてる。かわいい。すごくない？重々です。こんな感じでめっちゃ綺麗にしたんだよ。これドバ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 ただこの中に入れてってからもう入んなくなってたから綺麗に整頓しました。ありがとうございます。いいボックスがあります。でもこれね、もう一個あるんですよ。あのドクロの方に入ってるんですけど、あの水玉の方のチャビーのボックスは空っぽなので、はい、まだまだ入るとこありますんで、ミニオシケにはどし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 ファンレター送っていただけたら大切に貯めさせていただきます。いいよいいよこらしょいよこしょいしょいしょい。ありさ、オッケーオッケー。こんな感じですかね。プレゼントはあと30分しかないんだけど。嘘、どういうこと。どういうこっちゃ。歌おう歌おう。いつもより長めに歌うぞって思ってたのに、なんかもういつもと同じか、もういつもより短いぐらいになってしまってる。早い。ボノボなのでああ、って懐かしすぎる。ボノボ、メンヘラね。メンヘラの猿ちゃん、重々手紙だけど許して。全然受け取るわ。私なんだったっけ。オラウータン、チンパンジーじゃないわ。チンパンジーじゃなくて、なんだったっけ。オラウータンだったっけ。時間経つの早すぎ。それな、今スマホに切り替えましたので、こっちの方で、うおー、これしょー、ちょっと近づけて、めっちゃ明るいわ。ここ照明にね、めっちゃ近づいたらめっちゃ明るいから暗くします。鼻がムズムズ体、ムズムズ体。痛い、ないんですよね、そのカップリングキーが。にゃいんだよね。リップ入れて、リップ入れてじゃね、で気合い入れます。何が初日？エモいね。初心を思い出す的なね。あ初日。こんにちは。なんかね、最近あの歯医者さんに行って、矯正歯科行ってから、あの矯正もう終わったんですよ。去年の4月ぐらいから始めて、1年ちょっとでから
矯正もう終わって、そうガタガタやったんですけど、アリス歯並びが、でも治りました、イエーイそう、それでなんか補填みたいな、もうこっから歯並びは治ったけど、その歯並びをなんか崩れさせないためにまだマウスピースはめるみたいな補填の期間なんですけど、その補填のやつがさ、なんか長くて長くてというか、なんかめっちゃベロが当たるところまでさ来てからね、めっちゃなんかさ、何、滑舌が悪くなってきた、なんかひどいひどくない、なんか、え、何って言われることがめっちゃ多いんだけど、悲しい、なんかこの下の歯のやつがね、ベロにめっちゃ当たるんですよ滑舌悪いかもしれんけど、まあ許してください。そんなことなかったんやけどね、普通に、あの普通に補定じゃないときは。曲だね、これや。パチパチありがとうございます。
次は何がいいかな。いっぱいパチパチが嬉しい、ありがとうございます。パチパチ、次なんかある、なんかいいかね。まさかのね、まさかのね、未来航路に、はあ、懐かしいかも、なんか言ったことあるかもしれん。初日が好きでみたいな。初日って曲が好きで、こんばんは。なんかいいだろう、もういいか。よくれ校舎だだ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 だ。あれ、あ、再選曲。
ました。いいね、いい感じだったハート佐藤さん、ハートありがとうございます。パチ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 ありがとうございます。どうかな、あと2曲ぐらい。グリーンフラッシュ歌えるかな。グリーン、グリーン、グリーン、グリーンフラッシュ、グリーンフラッシュ。あれ、グリーンフラッシュ。1万人ありがとうございます。嬉しい、1万人突破。片隅で一人泣くより、人混みの泣きなよ。滲む街溢れる涙、幻想は君に優しい。別れの日近づいたことくらい分かってたはずなのになぜ辛い。本当は好きだったんだろう、恋だって認めなかったフィーロー。強がっても心は丸見え、沈んだその声漏れる Love you。傷ついてそう痛くてもちゃんと強くなる。夕暮れが夜に変わる前に、今日のその悲しみは置いてゆこう。ほんの少しだけ遠回りもいいよね。明日いいことあるかもしれない。消えない、いつか見た古いフランス映画、その中で言っていたそれが。太陽が沈んでく瞬間、最後まで残る緑の光、それを見たら幸せになれる。なんだかいいよね、ちゃんと Miss you。 切なくてただ会いたくてずっと空を見る。夕暮れが夜に変わる前に、今日の出来事すべて思い出す。明日持っていくことだけを選ぶんだ。もっとゆっくり歩いて帰ろしまおう。失恋をしたその数だけ、人は誰かと出会うんだ。その不安に負けないで、Just get stronger。 夕暮れが夜に変わる前に、今日のその悲しみは置いてゆこう。ほんの少しだけ遠回りもいい。あるかもしれない。
ありがとうございました。ポチ。泣ける歌やなこれは。じゃあ Miss you、 その不安に負けないで Just get strong。 パチ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 。 AKB で一番好きな曲。本当嬉しい。泣ける曲やな。どうしよう。あと一曲いけそうだね。うーん。これ行ってみようかな。低いところが出んけど頑張る。ST48 の曲で大好きな人。どこか不安げな背中を押したくて、大好きな人幸せになれ、海に向かって大声で涙が止まらない。いつか君が話してくれた夢の続き、気になっていたキラキラしたあの眼差しを、この街出てもずっと忘れるな。そう大好きだから、ここで見送ろう。どんな悲しみよりも愛は報われる。ずっと思っていたよりは強いんだ。
とうございました。エモエモのエモですね。ありがとう、パチパチ、ありがとうございます。それではランキング読みたいと思います。ドワーってドワーイ、好きな人、ランキング読みます。13位ゆっちゃん、12位パンジャラモンスターさん、11位ひとりがたさん、10位ふうさん、9位さとさん、8位ゆりちゃん、7位もねこ、6位ひろたんたん、5位やすべーさん、4位さえもんさん、3位そいちろうさん、2位なんちゃん、1位はドゥルル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 タワーを投げてくださった。お、お、お城が見えるところに来てるんだけど、私の嬉しいお城タワーと、この4周年おめでとうタワーを投げてくださった皆さん、ギフトもたくさんいただいた、あ、いただいた、くれた皆さん本当にありがとうございます。あと1万人突破も嬉しいです。ありがとうございます。今日でね、このショールーム毎日続けて4年になったんですけども明日からもね、もう普通に出続けられる限り私が続けていけられる限り頑張っていこうと思いますので、はい、これからもよろしくお願いします。フォローして見に来てもろて、コメントもいっぱいしてくださったら嬉しいです。いつも本当に見てくれてありがとうございます。ありがとう、これからもよろしくお願いします。イエイ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 、記念配信ね、できたらいいですね。また4年経ったけど1回しかやったことないから、またできたらいいですね。1500日はもうすぐ、おう、イエーイ、またこれからもよろしくお願いします。ありがとうございました。明日はふーちゃん卒コン見てください。皆さんよろしくお願いします。頑張るぞー、また明日、ありがとうございました。おやぽみんみんゼミ、バイチャラポー、 TikTok も見てね、インスタも見てね、あげたぞー、バイバイ。